用意したんで、待って待って、これに、うん、あともう一個は SP? そう、SP チーって、なるほど。ということで、今回の企画、実は黒田くんに対するドッキリでした。いやめちゃめちゃむずいわ。結構ね、じゃあこう本音話はね、この後も回して出そうかなと思うので、ぜひそちらの方の動画もよろしくお願いします。それでも多分お題ボケツッコミやると思う。やるそう。タスコのサインだったら買いもない。頼まない。一回も頼まない。どういう顔どういう顔してるんですか、ちょっと。どんなこんなピザを目の前にして。ケツに何か入れてます。いや、入れてない。あれあれ本絶してるわけだ。おーっと、大丈夫。スイッチ入れた。入れてない。なんで俺がプロダクに仕掛けてる。いや、わかんないけど、そういう顔心こりあるんだろう、顔してない。それ客なんすよ。いや、そうじゃない。そういう客やってるの。なんだよ、ドッキリみたいな。そういう、入れてましたということでね、はい、まあもう談笑始まってるんですけれども、本日の企画は裸一行が浅い企画で一番付き合いの長い真面目にマフィンと語り合おう。あということで、まあね、真面目にマフィン来ていただいたんですけれども、真面目にマフィンです。目の前にね、ドミノピザ。最高。いや、最高。最高でございます。いや、こちらをね、つまみにしてね、話していこうかなと思うんですけれども。ドミノピザ食べるとやっぱね、レンタルルームが一番いいですからね。そうだ。言わない。じゃあね、早速行こうかなと思うんですけれども、はい、まずはそのドミノピザを紹介していこうかなと思います。いいね。何頼んでしょうか。こちらですね。こちら、これアマン君がね、頼みました。はい。クワトロツーハッピー。そうですね。これだから僕は、僕はこの1個に選べないんで、いつもクワトロにしちゃうんですよ、うん、あ、なるほどね。いろんな種類楽しみ。4種類の。これこいつなんか、俺も居酒屋、まあ、定食屋とかで、普通、もう店員さん来てから考えるみたいな。じゃあ、決まってんだけど、また、もう選べない。来てる間に、新たな選択肢が出て、あるよ。結構、優柔不断。アマン君らしいのドローナーション。はい、選べない。そして千葉県くんがこちら頼んだニューオリンズバーベキューチキン、アメリカ、アメリカよ、これはアメリカかぶれ。出てますよ、あなたの性格。かぶれてない、はい、あ、アメリカ好きだったらいいですよ。かぶれてるな、ちょっと文句になるんじゃない。出てますよ、アメリカ好きだ。アメリカ好きです。うまそうね。うまそう。ザフ。で、こちらが肌健康頼んだトロピカルサイズ。いや出てるよ、これも。ピザって人間性出るんだ。出るぞ。そうだね。パイナップルを絶対に頼まない。俺も絶対頼まん。うまいって。いや、俺根がさ、やっぱ恵比寿の OL やからさ。なんでちょっとね。こういうの頼んじゃう。女性的な感じあるもんね。そうなんよね。感覚がね。甘いの入れたいって感じで。で、黒田君が頼んだやつは、なっちゃん。頼んだ。あのね、なんかその飲み物をね、皆さんそれで人間性出てますよ。一人だけでかくない？飲んじゃう。飲みきれる、これ飲みきるから、飲んじゃうから。出ますね、やっぱダブダブで。で、最後が、こちら、炙り焼きチキンとノビールチーズ棒とバターポットフライという感じ。サイドメニューももうしっかり充実してるね。充実だよね。いいじゃん、バランスで。パーティーだ、今日は。いいですね。これで多分なんか4500円ぐらいです。これね、このサイズ結構でかいじゃん、うん、これで、ね、S サイズらしい。あ、ちょうどいい。これで S？ そう、ドミノピザの S って他のところの M と同じ。あ、そうなんだ。じゃあ、ドミノピザの M は他のところの、ちょっと待ってね、10分ぐらいいるかも。こんないい。それはこれ、あれですか、チョコプラさんのネタみたいな。違うの、ややこしいの。この店では、サンカラですから。カレー屋のネタだ。じゃあ早速食べていこうかなと思います。いただきます。いただきます。じゃあ、ありがとうございます。いやー、うまそうだな。何からいこうかな。あ、なるほどね、もう。あ、
あ、ごめんなさい。これもちゃんと。ありがとうございます。え、クラク、俺さ、はい、これ食べた方がいい。で食べてください。あ、いいか。それも優柔不断すぎる。あ、ごめんなさい。さすがにな。そうか。これがニューオリンズだ。うまい。口回りされた3歳わしゃ3歳これがあれか、ニューオリンズ、うん、うまっ、うん、あ、これ、はい、確かにバーベキューソースがなんかしっかりしてる、うん、酸味目うまこれ、おお、チーズロール、はい、箸乗せて、僕が取りに行くからさ、うん、その食べてて、うん、いいから、なんでそんな親みたいな優しいな、親みたい、親、うん、知ってた時の親みたいな、え、どこですか、どっか箸あったよ、あった、あんな、あんな、あ、牛舎で行く、牛舎って言うだよ、平安時代よ、なんか分からんけど、芸人やめるわそれの意味が分からない
こいつもやべえな。ほんともうこれ食ったら超辛い。3つでちょうどいい。みんなさ、企画に頭回ってたけどさ、でも、うまいなと思ってた。喋った時ってやっぱりその当時のペッパーボーイの初期の紹介が覚えてるもんな、うん、最初話してた。なるほど、20億はね。俺らもうマブタチみたいな紹介してるから、初期仲いいから、ね、マンマンマン紹介してる。なんかそうそう、ここと仲良くなっておけばみたいなこと言ってた。あいつは何様なんて6年か。そう、2018年ぐらいの頭からだって。ネタを作るのって時間かかるじゃん、うん、で、YouTube の編集、YouTube がっつりやりたい気持ちがずっとあった、うん、そうね、だって結構朝一角の中では YouTube 早めに動いてて、あ、そうそう、使わないでした。そうなんですね。で、それでやりたいなっていうので、でもネタを作ると時間が取れるって、これ2択じゃん、割と芸人って割合こう、どっちにやるかみたいな。今で、それでちょっと朝やめることも選択肢にあるよねみたいなずっと話してたんで、結果的にこう言われた時に、まあ、ショック3割だったんですけど、7割ワクワクで、はい、あ、なんかもう背中押してもらったっていうふうに受け取ってやろうかみたいな感じになったんです。確かに YouTube をやるとして、うん、そうなった時に事務所の必要性がちょっと薄れるか。実際さ、浅いで若手でさ、辞めた人とか収益すごく人いるじゃん。そうなってくるとね、まあ、事務所側もね、逆線を押してあげるっていうね、優しさもある。逆にそれなので、こういうのが、なんかパンタラってなる前に。そうだよね、優しさでもあると思うしね。めっちゃ飲むじゃん。そんな熱い話をしてる時に飲みますよ。だからこの最初にしてるんだ。これいけるな。そう、この時間で結構いける。半分いったかも。すごいのじゃん。でもどん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 浅いを去っていくじゃん、仲間が、うん、そうね。どう真面目には結構長く見送ってきたじゃん。確かに見送った、見送ったって意味だよね。勝手に勝手に勝手にみんな高速道路降りていった。もう降りちゃった。だから乗ってください。っていう感じよ、マジで。もう少しとかないサービスエリアあるんだ。そう、そうっていう感じですね。なるほどね。浅井のさ、バーベキュー行ったじゃん。ああ、だいぶ。だいぶ、4年前ぐらいね。もうあのメンツもほぼいないもんね。ほぼいないね。確かに。マジで真面目には言ってくれてよかったなって。多分、俺は浅井の中でって言うとちょっと申し訳ないけど、本当に一番ぐらい真面目にがいてくれてよかったっていうのは本当に、マジで感謝する。あ、本当すか。ありがたいです。そう、俺らは生まれたことないですよ。生まれたことないですよ。いや、マジでもこれはもう本音やから言うけど、やっぱ俺ら結構内向的だからさ、まあ、正気がいてくれたから、もともと同期だった、はいはいはい、そう、だから良かったけど、やっぱ真面目にが最初にいてくれて、で真面目にが広いから、いや、でも僕らも、うん、うち弁慶なんで。そう、多分限られてくる、なんか、いや、でも朝一角の中で、なんか朝一角が僕らにとってはちょっとホームな感じになってきたんで、うんうんうん、その中でうち弁慶になってる。なるほどね、なるほどね。あの、めっちゃ助かったよ、本当に。そう、そうだね、なんかマジで多分、だからもう真面目にやるとまず安心するし、やっぱこう坂道の話とか、あ、ね、甘えてたり、千葉県君とはね、最近なんかワンピース読んでない。あ、知ってるか。まあ、ワンピースかくれるんで。そう、読ましてくれるんですよ。耳購読を、はい、そう、俺が語ることによって読んでることになる。もう読んでますよ、耳で読んでた。はい、
ピードランニング、うん、でカイドウの結末とかね、それ知ったの、うん、そこで知るの全部、全部知った。で、その後からさ、ちょっとワンピース調べて、うん、あの、なんか、まあ、いわゆる YouTube とか写真みたいな見たわ、見たわ知ってる8同人誌だから そう、知ってるわ、ラノベ感覚だったたまに入る絵みたいな木田栄一郎さん経由で、小田栄一郎さんちょっと考えて、小田栄一郎遅い、遅い、で、小田栄一郎もいる、小田栄一郎じゃねえわ小田栄一郎ワンピース何にも分かんない何の身ですか、これは何の身、私の身の身、小田栄一郎じゃなくて、ゴムゴムじゃなくて泳げなくなる一人称小田って言って、泳げなくなるそうだからね、本当だからもう、ね、収録とか一緒だったらもうめっちゃホッとするっていうのはもう本当にいいですね。そうですね。そうね。みんな負けたあの時はもう負けちゃったな。確かに。ラブリーメンバーとかね。そうそう。ちゃんこさんも知ってますか？ラブリーの件で一つ僕も申したいんですよ。ラブリーって何？何？これあのラブリーって。はい、その新宿三丁目のスタジオでなんかやってるじゃないですか、自主ライブね、あの自主ライブ企画のユニットライブみたいな、でそのスタジオを貸してくれる社長と一緒に働いてるなんかそのいわゆるその何だろう、奥さん、ね、おあれ奥さんなんだ、奥さんだよ、いわゆるその占い師みたいな人がいる、ああ霊媒師兼占い師みたいな、あ奥さんだ、そうなんだ、そでなんかまだ僕がそのまあ、ラグビー入った頃に、うん、いわゆるそのペッパーボーイズがその心霊系の番組をやったんですよ、でその、まあ、先生含め、うん、で、その先生曰く写真を見ればその人の未来が見えるみたいな、うん、なんていうことで、僕はそのスタジオにやってたんですよ、まあ、アマンがやって、うん、僕の写真をその先生に見せて、うん、その収録中に、はい、そしたら、ああこの人はすぐ芸人を辞めそうですね、言ったらしく、それ聞かされて、うん、はと思って、はい、蓋開けてみたら、うん、俺らしか残ってねえんだけど確かに、しかもその先生もなんかいなくなったし、やっぱ映像なんだ、あの先生というか、そのライブハウスを開いてたライブハウスが閉鎖したっていう、そしたらなくなって、あれなくなったの、残ってんの俺らだけなんですけどどういうこと、見えてたのか、逆にここまで行った紙一重だった、全部当てて、全部逆に当ててた、すごいな、それがその占い師さんが何回もループしてて、それを言うことによって止めてたのかもしれない、逆にね、天性の精神で、そう、あ、まとまげみたいな選択肢が、なるほどね、そうかもしれない、今相手はまだいます、まだいますね、まあね、でもみんないろんな、うん、それはだって芸人以外で活躍する幅なんていっぱいあるんだよね、そうだよね、結構浅い辞めで浅い辞めでだって活躍してる人なんていっぱいいますから、兵六さんもそうです、あ、そうね、兵六さんもそう、ジョージさんもそうだ、そうだね、宇宙ちゃんもバズったし、あ、そうだね、宇宙とかね、いろんなバズありますから、結構辞めて1年ぐらいの時がめっちゃなんかバズる人多いよ、確かに、うん、まあだからやっぱネタだけじゃないもんね、今表現するは、本当だよね、 YouTube はネタの得意不得意があるけど、こういうのはやっぱり芸人としてのポテンシャルがあったりするからね、うん、確かに真面目でやるのは本当にマジでネタが面白い、芸人使いのネタをやってるし、ありがたいですってことは、テレビマンも好きなネタをやってるから、なんか一個つながったらボーボーっていくタイプだから、絶対ありがたいです、勝手に言ってくるね、いやだからやっぱりそのまあ本当に見てほしいですよ、マジでネタ面白いんで、でやっぱそのまあなんか俺が解説しているわけなんだけど、まあもともとこうなんか一発屋とか、まあ難しいか、まあこうバーンと売れた人、まあレジェンド、そうそう、レジェンド、レジェンド、何を言ってんの、ごめんごめん、俺が勝手にしてるよ、もうこれね、ちゃんとオリジナルで作ってます、オリジナルじゃねえんだよ、いやでもやそうテレビっ子でめちゃくちゃテレビ見てて、うん、参考にはしてる、いやいや、参考のこと、マジで見てるね、 YouTube 飛んでみたい、マジで、でもお笑いみんなそうじゃん、みんなお笑いを番組見て、わ、この人いな
たいとかで参考にでちょっと背伸びしてやるたりしてたじゃん。しなすから、うん、こういう風に。でもそれはそのままやるのは良くないから、うん、自分らでこう色をつけてやるのがやっぱみんなやったから、まあ、確かにそれをやってるだけです。あ、これでもそうですね。細野リコネタみたいな、一節だけちょっと言ってもらってもいいですか。一節の、まあいいですか、うん、はい、1、2、3、4、5、6、7、ナンベイダロー、ナンベイダロー、ナンベイダ、ナンベイダロー。元ネタが強すぎるんだよ。元ネタのある人たちが強すぎるんだよ。ここ聞いて、ここが全然違うから。あ、ここネタは全然違うから。マテちゃんの茶葉が海で出汁が出ないの、ナンベイダロー。いやいやいや、ナンベイダロー。それコンプのやつ。全然違うでしょ。コンプが海の中で出汁が出ないの、なんでだろうの元でしょ。それをなんで風にちょっといじってないでしょ。そこまで、そこコンプっすよね。コンプ。こっちマテちゃんなんだ。違う。全然。言ってることは大体一緒。全然違う。ちょっと参考にはほぼほぼ一緒なんだけど。いろんなお笑い、やっぱ、あの当時好きだったのを、うん、勉強してます。いや、俺このトーク展開は気になるし、結局、いろんな人がこうパクリとか、その模倣だっていうこと、だけど俺は、真面目にはオリジナルだよって言おうと思ったんです。だけど、やっぱオリジナルじゃないよ。いやいや、オリジナルでしょ。オリジナルでもなんでもないよ。いやいや、何を言ってるんですか。あるある、そう、南米あるある、いわゆるネタだから。あの、その言ってる人たちは名前なんですか、その言ってる人たち。なんでだろうっていう、その、はい、この経験名前の鉄&トン。あ、全然違うな。そうだ、何なんだ、ホセアンドリコ。いやいやいや、鉄&トンもホセアンドリコほぼ一緒じゃないかい。ホセリコ、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 ホセリコみたいな。めっちゃ、ちなみにさ、そのレジェンドたちとの共演っていうのはあるの。あ、いや、まあ、たまたま一回、まあ、クルポさん。ああ、そうです。俺もよう分かんないですけどね。なんでその、クルポさんに出演したのか分かんないですよ。分かんないですけど、まあ、俺ら嬉しかった。嬉しかったです。俺らは最高嬉しかったですよ。番組の意図がよく分かんないですよ。なんで一緒にコラボされたのか。クリプレッシュの上田さん共演したよね。あ、上田さん。なんて言ってた。上田さんは、なんでしょうね、その、海賊版の、中国のテーマパークだよ。いや、本当にもうその的を射てる。その通りだよ。2回目はあの違法アップロード。めっちゃ面白い。なんていうの、その通り。上田さんも芯食ってないなって。上田さんずれてたな。芯食いまくりなくずれてる。上田さんが上田さんが芯食わないと疲れてるのかなみたいな。ラグビーでラグビーワールドカップでやってて疲れてるなみたいな。ゴーイング、ゴーイング。上田さんのゴーイング情報はどうでもいい。ラグビーやってるけどね今ね。そうだ、そうだね。めちゃくちゃ面白いと思ってます。感じるかは、ぜひ見て。その、本当に前見るんだ。なんか YouTube 力入れるって発表したもんね。週3回投稿するって宣言したもんね。3回投稿が、まあ、ちっちゃくどっかにを目標にしてますとは書いてます。それ、通販番組的な。あ、通販。通販番組的な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 。絶対とは言ってない。できるなら、できるなら、できる限り。理想としては。そうですね。はい。で、一番最新動画見てみたら3週間前で充電期間、充電期間の真ん中から早めに充電。めっちゃ面白いわ。ネタめっちゃ回ってて、企画は回ってないって。企画回ってない。企画も見てくる。企画は全部ターシャさんが編集してくれるんですけど、ターシャさんちょっと心折れてました。コスパがあってね。コスパがあってね。あんまり愛してるの、真面目に。そうか、頑張ります。これこれはドミノピザ食べて、感動しようと思ってるんですけれども、あ、ここら辺でちょっと一回切られて。ありがとうございました。というので、フリートークのとめちゃくちゃ面白かった。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。お願いします。あとはね、真面目マリンも YouTube やっておりますので、概要欄に貼ってありますので、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃね、ネタとかも回ってて面白いんで、概要欄に貼るってところがまたいいですね。やってますんで。
ということで本日は終わりたいと思います。じゃあねー、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとう、ごめんね。